これは、なるほど。ちゅうことはや、これを踏んで、この子に先行ってもらって、この子がこれを踏んで、こいつがこれを踏んで、こうやな。いや、ちょっと待てよ。ああ、ごめんなさい。であれば、ここで依り代解除か。なんで？影ん中やからってこと？いや、いけるんか。これで依り代解除。踏んでる判定。あげる。こうか。なるほど。で、女の子は猛烈ダッシュで。よし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 。So glad you were able to get there. 君がそこまで行けて私は嬉しいよ。Yes, you can. 君ならで just き need to る。bridge the gap. The gap between us and them. The gap between you and me. 隙間に箸が必要だと。なるほど。これはよりしろ、ああ、よりしろあったわ。よりしろに入って、女の子をどうにかして移動させんといけんと。これは影のやつやな。Time will pass. 時間は過ぎ I ていく。will grow. 私は大きくなる。この影のやつは多分この子の体やな。ああ、そういうことか。理解した。こうや。OK。で、これはよりしろとかではなさそうやな。よりしろつこうって。影の中での解除は無理。こいつでこれって取れるんか？チナ。無理か。これは？あかん！ああ、なるほどね。これで向こうに行けるようになるよと。であれば、ここ女の子こう行ってもらって、こうで取って、どうやって。で、ちなみにこれって何なん？光が当たるんか。ここ女の子立てる？無理よな。これで、こうで、よりしろ解除して、こういうこと？天才だった。こうやな。Do you remember why you came here? You were lost. 君は迷子になっ You were た。afraid. 君は恐れていた。Now you're strong. You can end this. 君ならこれを終わらせられる。これあれ、リュウのとこやな。出口めっちゃ書いてるけど。で、よりしろ使う。I will look like them. Act like them. 彼らのように演 Become. じる。彼らになる。これは？はあ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 。これは押せるわけではないのか、俺が。俺ができるわけではないらしい。であれ
ばや、まずはあの子をどうにかせんといけん。ちなみにこれでどこまでいける？影のあれがあるな。ここでよりしろ解除をして、いやちょっと待てよ、重力を変えんとちょっとキビい気がするから。なんで？あ、そうか、これよりしろ変えたらあれは多分消えんねん。だからそうやな、いやそうや、やっぱりこれさこういってこういくやん。これって重力保持されんの？されるんやったらワンチャンある。されんやったらちょっときつい。どうなる？されるんかな。これで解除しても右側に落ちるんであればワンチャンある。あ、ワンチャンあったわ。 As you see yourself, so will others see you. And this is fine.なるほど、君が君自身を見ればアザーも見るよと。じゃあこれでもう一回つけてもっていける？あ、この距離でもいけるか。でよりしろで、これを踏むやな。踏んでここ行くやん。で離れてこの子上が走ってガシャコンして、あ、引っ張れる？いけるね。であればこれで道を作る。いや、あかん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 、なんであかんかったか。あかんな、あかん、ごめん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 って。あかんあかんあかん、踏んだらあかんね、踏んだら。行くか。取れんかったん悔しいけど、なんでや。もうちょっと上やね、あかんの。こうか、これをやらないといけないよ。ちょっと無理やったわ、頭足らんかった。私あ、手振ったで、バイバイってこと？おお、やばい、来てるやん。ああ、え？え？あ、入んのこの子に。ん？おお、すごい。え？なんやここ。外や。ブランコ？え？終わったわ。初めのブランコうんぬんって言ってたんがあれってこと？押すのが好きみたいな、押されるのが好きみたいな。あの木とブランコってたびたび、あの何、暖房みたいなやつがギッコギッコしとったやつだろ。あー、なるほど。
そういう感じ。これであの影の子は一つになったということやな。あの何？二重人格的なあれやったんかな。双極性？違うな。なんかそういうあるやん。自分を守るためにもう一つの人格をみたいな。そういうあれやったんかな。それがこう治療というか治ってまた一つの人格になったよという感じなんやろか。多分、おしまいということで、今回にてシェイディーパートオブミーは完結ということになりました。まああれやね、何、女の子が可愛いゲームやったわ。あとなんかすんげえ頭使った、久々に。だいたいあれよ、生きるか死ぬかのゲームばっかりやってたから新鮮やったな。てな感じかな。面白かったです。ある的な的な。ではでは、本シリーズはここまでということで、また機会がありましたら、次のシリーズ等々でお会いいたしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。さようなら。